どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。エルザレットです。今回はトラストへ上達するためのリザルトを使った反省方法となります。どの武器を使っていても上達するには反省がつきものです。ですが武器の役割や編成によって反省の仕方が変わってきます。そこで今回はトラスト試験での上達するためにリザルトを中心に反省する方法をまとめていきたいと思います。本作ではリザルトに表彰もついたので、どういった試合内容だったかも管理しやすいですからね。通知をもとにまとめていきたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。最初はリザルトで反省する意味について考えていきましょう。反省の意図が決まっていないと意味ないですからね。リザルトの反省する意味は数値的に見れる唯一の方法なので有効だと思っています。やんわりした表現よりも数値が出るの分かりやすいですからね。目標も掲げやすいかと思います。ですがリザルトで反省するにあたって僕はそこまで気にしなくていいとも思ってます。僕の中ではリザルトは数値であって本当の貢献度ではないと思っています。ただの指標なんですよね。なぜかというと、皆さん味方に20キル以上した味方がいるとき必ず試合に勝つでしょうか？相手よりデス数が2桁人数多くても試合で必ず負けるでしょうか？思い出すとわかると思いますが、あくまで数値であって必ず試合の結果と結びつくとは限らないですよね。キル数であれば防衛だけを頑張ったキル数かもしれないですし、デス数ならルール関与した数値かもしれません。あくまで数値だけで見た結果なんですよね。ここが大事なところです。リザルトの反省の意味というのは、自分が数値を見て何を改善すればいいのか考えるただの参考資料だと考えます。もちろん高水準を維持できればそれはいいことですが、数値だけに振り回されないようにするのが大事ということです。この点を踏まえた上で今回のリザルトの反省を話していきたいと思います。反省の方法の一つはキル数についてです。数値で一番分かりやすいものですね。どれだけ頑張ったか見れるいい数値です。このキル数に関しては勝ち負けで大きく価値観が変わる部分だと思います。まず勝った際ですが、弓でキルが取れていれば攻めの時に敵陣を荒らせている可能性が高いです。単純にいいキルです。この時は数値よりチーム全体で何番目にキルを取っているのか見るといいかと思います。前衛よりも多いようであれば前線キープのカバーができている可能性が高いです。少なければ抜けてきた相手を倒しているはずです。勝っているので気にする必要はないかもしれないですが、単純に味方と連携が取れたか見れるので大事なんですよね。では負けた時ですが、負けた時にキルが取れているようであれば防衛をしっかりこなしたと思っていいかと思います。この理由なんですが、勝ててないということはそもそも前線を抑える動きをしてないからです。防衛寄りのはずです。その中でしっかりさばけたんだけど何らかの理由で勝てなかったっていうのが結論になります。この何らかが大事です。問題は負けた時にキル数が少ないことです。この場合は単純に連携が取れてないですし、ポジションも問題があります。試合を見直して初動や負け筋になる原因を探った方がいいかと思います。こういう試合を放っておくと負けた理由がなんとなく味方になりがちなので注意が必要です。ですが弓にとってはポジションと足場によって極端にキルに貢献できないシーンがあります。数値が小さい時に動きづらさはなかったのか、この点も確認するといいかと思います。キルの話を軽めにしましたが、数値だけではこれだけの予想がつきます。これに試合の様子が浮かべば原因が突き詰めやすくなると思います。続いてはデス数についてです。デス数に関してはキル数や試合の状況次第で変わります。例えばですが、足場が濡れていなかったり裏取りを無視され続けたりした場合、そもそもデス数を増えるのは当たり前です。デス数が単純に多いといっても、例えのように状況によって大きく意味が変わります。ガチマの矢倉や矛で1人しかルール関与してない場合などもこれに当たります。デスの貢献度が違うんですよね。なのでデス数を見るときは必ず何をしていたか振り返りましょう。ただし数が多すぎるのは問題があります。正直弓で5回以上デスしているとなかなか苦戦させられているか、ルール関与の頻度が多い試合の可能性が高いです。
ルール関与するなという意味ではないですが、単純に関わる頻度を減らしてチャンスを見極めていいかと思います。僕が弓を使うときですが、デスの回数は何回以内というふうに抑えるように決めています。それ以上のときは焦っていたりルール関与が雑、敵の近くにいる可能性が高いなど立ち回り自体を考え直すラインにしています。デス数は増えるときは増えますが、それでも勝てる試合はあります。ですが安定して勝てないときはこのデス数から自分の状況をしっかり見直す必要があります。デス数は単純に多かったな気をつけようではなく、デス数のラインを決め、そうなった仮説を事前に立てましょう。そうすることで毎試合デスの数で状況を簡単に整理できるようになります。次はルール回の頻度を変えようとかですね、単純な修正ができるようになってきます。続いてはスペシャルについてです。スペシャルについては塗りのポイントとデス数で見ていきます。塗りのポイントに対してどれだけスペシャルを使えているかが非常に重要です。そもそもスペシャルを使うために塗りをしているのかというのも問題がありますし、スペシャルの使用意識の高さを確認できます。スペシャルのポイントで塗りポイントを割って回数を確認するようにして考え直してみてください。またスペシャルの回数が少ないときはそれに起因してデスも増えることが多いです。これによりどれだけ抱え落ちをしたか、また無駄な攻めによるデスをしている可能性が見えてきます。デスが多いということは塗りポイントが高くても使う前に倒されている可能性が高いですからね。スペシャルから試合を動かす行動が単純にできてないと言えます。ではスペシャルの回数が多いのに負けた場合はどうでしょうか。これは単純に意味のないスペの使い方をしているだけです。丸みさが嫌われるのはこれですね。弱くはないんですが、丸みさはロックオンすることにより起点を作れることが強いです。この起点ですが、狙って撃つのと適当では大きな差があります。ターゲットの絞り込みや味方のデス状況などを考えていない可能性が高いからです。なのでスペシャルが多くキルも取れず試合も勝てないときは効果的な使い方ができていないので、使用方法を変えた方がいいです。続いては表彰についてです。表彰は単純な貢献度になりますので、自分の立ち回りの確認ができます。特に表彰のおかげで分かったのはルールの貢献度です。カウントの進捗具合などキルとデスでは測らないものが見れます。これは単純に今まで話した数値では測れないものです。デス数は多いけどその理由はカウントナンバーワンだったからというように単純に確認ができます。これが非常に大事で、勝った試合でも負けた試合でも何をしていたのか分かります。キルができなかったけどルール関与で味方に貢献した、要は後ろから状況を把握できた可能性があります。試合には負けたけどルール関与は一番でした、ルールの関与をしすぎて味方のキル負担が増えたのかもしれないといったように、勝っても負けても原因の特定がしやすくなります。このように数値プラス貢献度という風により具体的に反省をするきっかけをくれます。ただし金色の表彰なら意味があります。銀色の場合は中途半端な動きの可能性が高いので振り切る方がいいと思います。金色は試合で一番それをこなしていた人です。銀は2番手です。ということは被った行動をしている可能性があるわけです。役割が被っているということはポジションも被っているかもしれないですし、敵からすると別の場所から攻めやすくなります。自分のセオリーがあると思いますが、被りの行動が多い場合は譲って違う行動ができるように作戦を練り直すのもありです。このように表彰の結果で具体的に考えることができますので組み合わせてみてください。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストで上達するためのリザルトを使った反省方法はいかがでしたでしょうか。今回はリザルトでの反省方法でしたが、これには仮説を立てる癖が必要になります。通知を鵜呑みにすればそれだけですが、行動した内容がありますのでそこを見出すきっかけにするといいかと思います。通知は誰が見ても分かりやすいですが、何をしていたかを導き出すのは反省には大事な部分ですからね。じゃないと通知が低いイコール下手という反省できない回答しかできなくなりますので注意が必要です。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。